はい、皆さんこんにちは、ということでね、まあ今回は、この4月、まあ、どのガチャをね引くのかっていう話をしたいと思いますけども、まあすでにねもう引いたやつがあって、まあ今月、まあなんでこういう話かっていうと、今月ってまあ全部のガチャがまあ初回10連、初回シングルがまあ星5以上の確率 24% ということで、はい、まあいつもより高いと、まあいうことなんですね。まあ通常は 12% がまあ初回のみ 24% ということでね、はい、いう感じになっておりますので、まあちょっと出やすいかなっていう感じになってます。で、一応ちょっと確率的な話をするとですね、じゃあ 12% を20連するのと 24% を10連するのってどっちが星5が出やすいかっていうと、10連です24% を10連する方が星5は一応若干ね、若干出やすいっていう、まあまあ結局まあ出るか出ないかなんだけどまあそう、運が良ければ出るし出ないっていう話なんだけど、若干24%10 回の方が星5が出る確率は高め、はい、ということなんで、まあどうかなまあなんで、俺は基本的にはもう今月ね、この4月はまあ10連だけ、まあ、その引き方としてね、その20連することはないです。10連一発でね、24% の10連一発で決めていこうかなと思ってます。でかつ今月はこのねオーブを200個使うと限定キャラが確定するこの星6限定確定ガチャっていうのも引けるので、まあ基本的にはまあ200個はまあ使う月になるんじゃないかっていうところはあるわけですよ。まあまあね、まあ、限定確定なんていうのはほとんどないわけだから、まあ、ここで引いておく、まあ、何が出るにしてもね、ここで引いておく方がお得かなとは思うわけですよ。はい、ただまあその課金してバンバン引いてる人はまあまあ別にそんなにね、まあまあ200個とかすぐ行っちゃいますよという話なんだと思うけども、なんかその無課金プレイヤーとかね、まあちょっと課金してるかなっていうとかぐらいで、まあオーブどうしようかな、やりくりどうしようかなと思ってる人は、まあギリギリ200連とか、200連じゃない、200個とかで、ね、ギリギリ200個とかで、まあ済ませたいじゃない。はい。って考えると、まあオーブ1回、まあ10連あたり、まあ50個なんで、まあ4つ、ね、初回で10連、するとすると、まあ、4個選べるわけですよ、ガチャをね。じゃあ何を選ぶかっていう話ですよ。うん。で、まあちょっとあれだけど、まあもうすでに引いてますね。このモンスト学院はすでに引いておりまして、まあ結果はまあ割と良かった。5体星5でだから結果は良かったです。でまあ残り3回何するかって、まあ3種類何にするかっていう。まあ、話なんだけども、もう今や、ほんともうガチャっていろんな種類があって、まあいわゆる属性限定っていうね、まあレッドスターズとか、まあ水の遊園とか、まあグリファンとか、うん、とかなんか今いろいろあるじゃないですか。で、今で言ったら、まあミッドナイトパーティー来てるわけですよ。ほんで、まあどれ行くんだっていう話ね。で、まあまあ属性限定、まあ欲しいの言ったら、まあ属性限定でいいと思うけど、俺は属性限定引きません。はい。まあいわゆる、まあ多分ね、属性限定狙う人って、まあ大概の場合が、まあ、天下御殿シリーズなんだね。はい。で、俺は別に天下御殿シリーズは、まあ、あったらあったでもいいけど、まあ現状今すぐあいつが、なんかどこどこに行きたいからあいつが欲しいんだみたいなのは、まあ特にないんで、はい。まあ天下御殿は、まあ今回別に、狙ってガチャ引くことはないです。はい。となると、まあどこで引くのって話なんだけど、まあ2個は、確定というか、まあ、まあ割と決まる。まあそれがないとすると、まあすぐ分かると思うんだけど、力重心祭。はい。これがまあ一つの、まあポイントかなというか、まあでかいポイントかなと思ってます。はい。で、まあラプラスとか、まあ結構ね、力重心祭ってね、引いてないんですわ。はい。もう、多分ね、これ、このちょいちょい言ってんだけど、弁財天が出た時以来引いてない、多分。力重心祭って。
なんで、で、そのなんか、いろいろいたんだけども、なんならもう、その俺が引く前に卒業しちゃったやつもいっぱいいて、うん、出たのに、登場、排出されるようになったのに、あの、一回も引かないまま、なんかよ、よくわからん、もうどこに行ったかわかんないやつとかもいるから、それぐらい引いてないんですよ。で、まあ、やっぱラプラスの存在が結構でかくて、で、ラプラスいたら、なんかできることが結構増えそうなんで、まあ、あんま変わりもいないのかなって感じなんで、まあ、ラプラス狙いの劇重心祭。これはまあ、一個確定でいこうかなと思っております。で、もう一個が、まあ、超重心祭ですね。で、これは言ってもね、お正月に結構引いたのよ。うん。まあ、言って、まあ、アルセーヌも持ってるし、うん。まあ、なんか、アミダとかも出たし、まあ、結構いろいろ持ってんだけど、うん、まあ、アルセーヌって2体目とかいても全然強い。うん。し、なんかもう、俺使い分けてんの結構もうめんどくせえと思ってるから、いちいちね、スライドさせたりするのめんどくせえと思ってるから、まあ、できればアルセーヌとか、うん、出たらいいなぁ、みたいな、思っております。はい。アルセーヌ2体目を狙うための超重心祭。で、まあ、もう一つは、まあまあ、最近割といいのが出るのかなっていう意味で言えば、まあ、あれよね。モンコレデラックス ?DX? っていうのあったりするんだけど、まあ、モンコレに関してはね、結構なんかまあ、モンコレに移動しましたよっていうやつがまあ、多いっていうね。まあ、そもそも超重震災とかにいたやつがまあ、モンコレに移動しましたよっていうのが多いんだけど、まあ、そういうのってまあ、大概持ってるわけですよ、すでにもう。だから、モンコレを狙うことは、引くことはない。ですね。で、じゃあ残り1回分どこで使うかっていうと、まあ、この4月の後半に、なんかわかんないけどね、何が出てくるのかわかんないけど、まあ、なんかそれを狙っていこうかなと、はい、思ってます。うん、なんかわかんないよ、その、うん、その、わかんない。もう天下御天より強いか弱いかとかも、まあまあわかんないし、まあまあ、多分、まあ、天下五点ほどではないんじゃないかなと思うけど、うん、まあ、なんか、新しいキャラが欲しいなと思っておりまして、なんか出たばっかりのキャラとかさ、まあなかなか使うことないわけよ、もう今や。ね、新ガチャとかもそんなね、バンバン引くこともないし、うん、まあ、このね、この学院だっけ、もう引いたけど別に新しいやつ、まあ、一旦も出なかったしね、結局。はい、なんで、はい。まあ、なんか、新しいキャラ使いたいな、出たばっかのやつ使いたいなっていう気持ちで、はい、待ち構えてます。なんかわかんない、その、ね、やっぱすごい特別なイベントとかかもしんないしね、まあ、この現段階ではわかんないんだけども、はい。まあ、願わくば、なんか可愛いキャラ、可愛くて強いキャラクターが出てくれたら俺ほんと嬉しいなって。思ってますけどもね。はい。で、一応言うとね、シングルも弾いてます。はい。じゃあ、ただこれはシングル弾かないよ。ただミッド、ナイトパーティーのシングル一発パーンみたいなことはしないけど、うん。基本的に弾くとなったら、決めたガチャは、シングルも弾いてます。まあ、何やかんやね。シングル弾いてたら、まあ、結局、まあまあの数持ってかれるんで、はい、毎回引いてたらね、そこまではしてないです、はい、けど、まあ引くと決めたガチャが、だからこの学院に関してもシングルもいってるし、はい、っていうような、形になっております。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあもちろんね、自分の手持ちによってね、いろいろ、まあこれが狙いたいとか、まあなんならそのね、天下五剣のあれが欲しいって決めてる人たちは、まあそういうのを狙った方がいいと思いますけど、まあ特にそういうのもないのであれば、まあ、劇重心祭、超重心祭あたり、まあ最後の俺が言ったまあまだよくわかんないやつっていうのは結構リスクあるから、まあそこは、ちょっとまあ、おのおのって感じだと思うけども、まあ割と鉄板コースなんじゃないかなと思います。はい。まあ、このね、まあモンスト学園に関してもね、まあ結構まあモーツァルトアルファが、強いとかっていう話はあったりはするんで、まあ追っかけてもいいのかもしれないですけど、まあ今回の、まあ、この4月のシーズンの、まあ、コンセプトね、ガチャ戦略というか、のコンセプトとしては、まあ最小限のオーブで最大限の、まあなんていうんですかね、得たいわけですよ。うん、星5、6を最大限の5、6を得たい。
最大限の、なんていうんですか、リターンを得たいわけですよ。最小限のオーブで最大限のリターンを得るという、はい、まあそういう形でやらせてもらってますんで、はい、なので、そういう戦略でいこうかなと思っております。はい、じゃあまとめますと、10連 24%10 連、初回の 24%10 連を4種類選びます。で、一応なんとなくシングルもいきます、その4つに関しては。はい、で、まあ俺が弾こうと思ってるのは、まあもうすでに弾いたのも含めて、モンスト学院、そして劇獣神祭、超獣神祭、そしてまあようわからんイベントねということで、そういう感じで、4月は行こうと思っております。まあ参考になるのかわかんないですけどね、まあまあはい、ということで皆さんにもいいやつ出ますように。それではご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。